ポケモンって可愛いですよね。今回はマインクラフトの生き物をポケモンに改造していきます。今回もこのブロックベンチというソフトを使ってモブを改造していきましょう。それでは改造スタート。ではまずはこのタラをコイキングというポケモンに改造していきます。まずはこのタラの体型だったりヒレの大きさだったりを変えていきましょう。でこんな感じで体型を変えられたら次は色を塗っていきます。このねヒレの模様などもきちんと作っていきます。はい、こんな感じですね。であとは唇の色を塗ったり目を作ってヒゲをつけていったりしていけば、はい、これでコイキング完成です。いやなんかこのとぼけた感じがねうまいこと再現できたんじゃないでしょうか。それではマイクラに持っていきましょう。さあそしたら早速ねコイキングを探しに行きましょう。コイキングはタラを改造しているので多分海にいるはずですね。お、こっち海っぽいですね。ここら辺にいるかな。お、見つけたいましたねコイキング。海の中にちゃんとスポーンしてました。おー、すごい、かわいい。ヒレもねきちんと後ろパタパタして動かしてます。いやすごい、なんかサケとコイキング並んでると世界観が違いすぎる。お、たくさんいる、コイキングの群れだ。いや面白いな。ちょっと一旦陸上に召喚してみましょう。よいしょ、見てください、ピチピチ跳ねてる。なんかこうやって跳ねてるとコイキング感が増す。コイキングのターン、コイキングは跳ねるを使ったみたいな。あ、やべ、死んだ、シュールすぎる。さあ今ですね魚をリアルに釣れるモッドっていうのを入れてみたんで、これでねコイキングを釣ってみましょう。さあこれで釣れるはず。おいしょ、あー釣れたけど、ちょっと帰れ。さあじゃあ釣ってみましょう。これでねさすがに釣れるはず、コイキングが。おいしょ、あーびっくりした、サケ、ちょっと海に帰れ、あなたじゃない。おいしょ、おー出てきたコイキング釣れましたね、ちゃんと。次は牛を不思議種に改造していこうと思います。まずはねこんな感じで牛の体をめちゃくちゃに改造していきます。いやもう体型が全然違うことになってますね。で体型を変えられたら次は頭の形もね変えていきます。いやもう多分ね不思議種って爬虫類か何かだと思うんですけど、哺乳類をね無理やり変えてるんで、もうすごい変な感じがしますね。で体型を変えたらこんな感じで後ろにはねつぼみを作ってあげて、次はねこんな感じで爪を作っていきます。であとはこんな感じで目を作って不思議種の顔にひっつけていきましょう。ただこの位置の調節がねめちゃくちゃ難しかったです。なかなかしっくりする場所がない。で目をつけたらあとは口をねパカッと開いてあげれば、はい、こんな感じでね不思議種完成です。いやなかなかね可愛くできたんじゃないでしょうか。もうこれがねもともと牛だったなんて誰も信じられない。さあじゃあ不思議種を探しに行きましょう。不思議種は牛をね元にしてるから平原にでも行こうかな。お、これは前回作ったピチューですね。不思議種とは関係ないけどピチューも発見しましたと。お、いた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 、不思議種いましたね。さあ皆さん見てください、不思議種発見しました。これ元牛だからな、全然違う生物に変わってますね。牛が元になってるので小麦でおびき寄せて繁殖でもさせましょうか。えいえい。さあちっちゃい不思議種はどんな感じなのかな、ちょっと解いてくれ。あはは、やばい、化け物が生まれた。なんだこれ顔を地面に突っ込みながら生きてる謎の生物生まれたんだけど、やばすぎるなんだこれ、どうしてこんなことにこれ大人になったらまともな不思議だに治るんだろうか。成長しろ。あーした、成長した。あー治った、よかった、成長したら治るタイプだね。さあそしたら次はスライムをゲンガーに変えていこうと思います。まあねスライムがゲンガーになるってあんまりイメージできないと思うんですけど、うまいこと改造していきましょう。まずはこんな感じでもともとただの四角だったスライムから手足をねつけていきます。でこの角みたいなものも頭にグサッとねひっつけてあげましょう。で次は色を塗っていきます。で色をこんな感じでね全身一色に塗れたら次は顔を作っていきましょう。このプンプンって怒ってる感じの目をつけて口もねしっかり作っていきます。であとはこんな感じで目ん玉だったり細かい部分を作っていけば、はい、こんな感じでゲンガー完成です。それではマイクラに持っていきましょう。さあそしたらゲンガーを見つけに行きましょう。ゲンガーはねスライムが元になってるので沼地に行こうかな。さあ夜の沼地にやってきましたよ。ゲンガーは湧いてるかなあんなところに不思議種がいる。でこっち側にはあれだ、月光がも湧いてますね、夜だから。あ、いたゲンガー湧いてますね、ちゃんと。はい皆さん見てください、こちらがねゲンガーです。ゲンガーらしくない可愛らしい歩き方をしてますけどもさあじゃあ一回ね戦ってみよう、トレーナー自身が戦うスタイル。さあゲンガー一騎打ちです。ちゃんとねこれスライムだから多分分裂する、面白いな。見てください、大量のゲンガーに囲まれてる。あははは、召喚できたわ、めちゃくちゃ巨大なスライム、でかすぎだろ、もうちょっとでかくするか、100とかどうだ。あーこの世の終わりだ
ゴジラ並みにでかいゲンガー、 HP めっちゃある、移動速度も半端なく速い、え、マンシュで死なないんだけど、あ、ミュウツーもいる、ミュウツーが勤勉にブロックを運んでいるここの沼地本当にポケモンばっかりだね。いやー、あれをポケモンというのかどうかはちょっとよくわからないけど、もうポケットサイズじゃないもんね、ここまで来るとね。あー、ここにちっちゃいゲンガーがいる、あいつも見習ってほしいわ、この小ささを。しかも倒せないっていうね、強すぎる。あ、そうだ、あいつに倒してもらおう。さあ行け、カビゴの召喚だ。えい、あのヤバすぎるゲンガーをどうにかしてくれ。ほら、待って、え、ちょっと待って、カビゴンがゲンガーに瞬殺された。お、一発もダメージを与えられずに死んでいく。え、もしかしてこのゲンガーでかいだけじゃなくて半端なく強いんじゃ。ヤバすぎ、ははは、HP がマックスあってもワンパンされる。さあ、で、今回4体目はですね、エボーカーをサーナイトに改造していきます。サーナイトってめちゃくちゃ綺麗で可愛らしい感じのキャラクターですよね。まずはこんな感じで、このサーナイトが着ているドレスのようなものを作っていきます。ただ、これの再現がね、めちゃくちゃ難しくて、作り方をかなり今模索しているところです。これ本当に難しかった。で、うまいことね、体型の原型を作れたら、あとはね、少しずつ細かい部分を作っていきます。はい、今は髪の毛を作っているところですね。で、体型を作れたら色を塗っていきましょう。白と黄緑色っていうね、すごく綺麗なカラーリングになってます。で、あとはまあこんな感じでね、手を生やしていったり、頭の形や目を作ったりしていけば、はい、これでね、サーナイト完成です。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。これをマイクラに持っていくのかすごく楽しみです。それではマイクラに持っていきましょう。エボーカーがいる森の洋館にね、やってきました。さあ、中にいるかな。あ、いましたね。サーナイトね、自然にスポーンしてました。なんか綺麗ですね。美しいっていう感じです。まあとりあえずね、ポケモンバトルということで、さっきはね、活躍できなかったカビゴンをね、召喚してあげましょう。さあ、サーナイト対カビゴン。ちょっとあの、なんで棒立ちしてるの、カビゴン。このカビゴン IQ すごい低いのかもしれない、もしかしたら。戦ってくれ。おお、やっぱさすがカビゴン強いですね。さあ、普通にね、沼地にサーナイトを召喚してみたんですけど、見た目こんな感じです。可愛くない？ただ中身はおっさんなんですけどね。さあ、そしたら次はアレイをミュウに変えていきます。ミュウっていうのはミュウ2の進化前のポケモンですね。今回ね、この 1.19 で追加されたアレイを初めて改造するので、どんな感じになるのかすごい楽しみです。さあ、まずは今こんな感じで体型を改造していってますね。で、体型を変えられたら次は尻尾をつけていきます。で、尻尾ができたら色を塗っていきましょう。もうこの時点でだいぶ可愛い。で、最後に可愛らしい目を作っていけば、はい、これでミュウ完成です。いや、だいぶ可愛くできたと思います。さあ、そしたらさっきの森の洋館に戻ってきました。ここにね、ミュウに改造されたアレイが眠っているはずなんですよ。早速探しに行きましょう。確か石の牢屋みたいなところに閉じ込められてるっぽいんですよね。いるかな。お、ここじゃないか、この部屋っぽいぞ。さあ、ここかな。お、ミュウがちゃんといますね。かわいい。ミュウがね、きちんとこの部屋に閉じ込められてました。きちんと閉じ込められてましたっておかしいけど。で、多分ね、このミュウっていうキャラクターはアレイを元にしてるから、こうやってね、アイテムを持たせてあげると、同じアイテムを近くからね、拾って自分に運びに来てくれるはずです。こんな感じでね、拾って、はい、渡してくれると。ちなみにね、前回エンダーマンをミュウツーにね、改造してるので、進化前と進化系両方作られてますね。こんな感じで。あ、この部屋にもいる。え、3匹いる、この部屋には。森の洋館ってこんなにアレイたくさん隠されてるんですね。初めて知った。え、この部屋だけでだって合計で7匹いるんじゃない？すごいね。で、このミュウというね、キャラクターはジュークボックスで音楽を鳴らすと確か踊るはずなんですよね。流してみましょう。おお、今くるって回ったね。お、かわいい。動きめちゃくちゃかわいいね。ほら、こんな感じでね、音楽を鳴らすと踊ってくれます。かわいい。動きめっちゃかわいいな。すごい。で、この状態でアメジストのかけらをあげると、ほら、こんな感じでね、増える。でもなんかこんな感じで繁殖じゃなくてクローンみたいな感じで増えるんですね。遺伝子ポケモンっぽい感じがちゃんと出てる。さあ、今回最後はウィザーをダークライに改造していきましょう。まずはこんな感じで体型をどん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 変えていきます。今回ね、かっこいいキャラということもあって、だいぶ力を入れて作ってますね。で、こんな感じでね、体を作ったら次は腕を作っていきましょう。で、体にも少し角度
度つけて迫力を出してあげましょう。で次は尻尾の部分、これ尻尾っていうのかわからないんですけど、尻尾を作ったり腕からね、なんて言うんでしょうね、角のような煙のようなものをね作っていきます。で最後にこんな感じで頭の形を作っていって、色をねこんな感じで塗っていけば、はい、ダークライ完成です。いやめちゃくちゃかっこいいですね、超かっこいい。さあそしたらね、最後はダークライを召喚していきましょう。ういよいしょ、さあできたダークライちゃんとできてますね。いやかっこいい、めっちゃかっこいいぞ。ちょっとね森の妖怪のところで召喚しちゃったから、森の妖怪が壊滅しそうなんですけど、あやばいダークライが森の妖怪の住人を蹴散らし始めたぞ。ダークライはね多分どんな生き物とも戦うから、ポケモンバトルがはかどりますね。とりあえずさっき作ったねサーナイトとかを召喚していきましょう。はい、待って、旗つけてるこのサーナイト全然似合ってね。さあ、あやばい、死んでしまった。今までもねいろんなポケモンを作ってきたから、そいつらも出していこうかな。さあじゃあさっきもね紹介したエンダーマンのミュウツーを召喚していきましょう。あそうか、エンダーマンだからワープして弾を避けられるんですね。ほら避けてる、さすがミュウツー。エンダーマイトとかも出していますか。エンダーマイトはね攻撃できないから超弱いんですけど、はい、ミミッキュですね。あダークライ強すぎるな。さあじゃあ先ほどまでね最強と言われていたカビゴンを召喚しています。さあどうなる。ただこうなるんですよね、ダークライはね空飛べちゃうから、もう一方的に攻撃される。あーダークライ最強伝説の始まりかもしれない。さあじゃあちょっとね装備ガチガチに固めたんで、あのダークライとね私が直々に戦ってみましょう。待って、やばい、あやばい、あやばい、これ死ぬパターンだ。さあダークライちょっと強すぎるんじゃないでしょうか。あそこにいる、少しでも顔を出したら殺される。あ攻撃がちゃんと届かない高さで戦ってくるタイプの敵だ、ずるい、おかしいだろ。あーはい、というわけでね今回の動画はこのくらいで終わりにしようと思います。それではまた次の動画で。